さい。ぶどう狩りをしてきました。いっぱい食べた。2房半ぐらいも食べればもうお腹がいっぱいですね。そしてこの山を抜けて、次はほうとうを食べるプランだそうです。お腹いっぱいのこのお腹に果たしてほうとうはどれぐらい入るんでしょうか。いやしかしね、暑い。ジャケットのインナーを外すべきだった。いやー、まあ、景色は綺麗。ちょっとでも霞んでるかもしれない。でもバイク走ってればね、気持ちいいですね。ぶどう狩り。ただいまの気温26度。26度とは思えない暑さだけど、でも着ている格好が冬用だからか。さすがに暑いです。信号なくサクサク行けるのはいいですね。ただいまの気温24度。2度は下がりました、さっきより24度。いやさっきまで汗かいたんで、それで風を浴びるとちょっと寒い感じ。いいなぁ。でも途半車線がこんだけあるっていいですね。道が広くて。信号機その1、途半車線は終わりのようですだけど狭い道を通っていくようですね。風情のある道じゃないですか。
木漏れ日が素敵ですね。いい感じ。ぐんぐん上に上がっていく。ここはね、左溝があるんで、スポッてはまったらもうグッバイです。カーブの途中で、あれなんていうの、排水溝っていうのかな、鉄板を敷くのをやめてほしいですね。怖い、滑るかもっていう恐怖感が。こういう道はニーグリップが基本なんでしょう。上りはね、スピードを抑えられるからいいけど、下りは怖そうですね。スピード出ちゃうので、山側と崖側があって、山側は溝があるし、崖側はなんか申し訳程度の柵しかないし、崖を選択しちゃうとでもね、無事じゃ済まないですね。いい絵は撮れてますが、自分の運転が下手すぎて。でもね、こういう道も通らないとうまくはならないでしょうし、まずは事故のないように走ることが大事でしょう、きっとね。まあ他の交通のことも考えて、下手だからって遅けりゃいいっていうことでもないでしょうし、きっと。スムーズに運転できるようになりたいですね。いや、雲がないと本当に綺麗な空ですね。おお、すごいな。上を見たら、なんだろう、落石でなのか、切り崩されてましたね、斜面が。ね、こういうところはね、注意ですね。路面も荒れてるし、落ち葉もいっぱい。交互通行、お、すごい。ここはすごいトンネルだな。
和山行って、まあ、とある洞窟に入ったんですが、それを思い出しますね、このひんやり感は。